はい、マノチです。よろしくお願いします。闇営業物語やっていきましょう。昨日の続きままですね。はい、何も進んでおりません。今現在の成績がこんな感じでございます。でチーム順位がまあ最下位なんですよね。でまだ7月の中なので、中頃なんで、ゲーム差的にはまだね全然諦める段階ではないんですけども、ああもうきついのかなーっていう感じはすごくするよねしちゃうよね。難易度変わってないです。はい、よしやっていきましょう。まず阪神戦ですね。阪神戦終わった後の行動日、まずそうね、もうこっからはもうプロポーズするまでは、まあ、できるだけカットせずに行きたいなと思ってるんですね。その行動日に関してはまず試合入っちゃいましょうか。で市川美織ちゃんと長尾マリアちゃんは元 AKB らしいんですよね。まあ、全然ちょっと知らなかったんですけども、なんかこう宮迫博之と元 AKB 不倫みたいなさ、リアルだよねすっごいリアルだなと思ってさ、照明に火が灯りました。あ、そうそうそう。でね、近々アップする動画でちょっと皆さんにちょっとお願いがあるんですけども、ラストイニング企画、今年ねその戦力外になった選手、引退した選手を集めた、チームで、まあ、1年間ペナントで戦うって企画なんですけども、一応そのチーム作りはもう始めてるんですよ。でまあもうちょっとそのチーム作りも終わるんですけども、一応そのチームできたらこんなチームになりましたっていうその動画をアップする予定ではいるんですけど、その時にいやこの選手間違ってるよとかっていうのをそのコメントで教えていただきたいんですよね。毎年俺必ず間違えるんだよ。本当は引退してない選手が入ってたりとか間違えることが多いんだよ。いや引退条件に当てはまってるのにこの選手入ってないよとか、そういうことがね本当にあるの でそれをコメントで教えていただいて、それで改めてそのちゃんと作り直して、やりたいと思ってるんで、まあ、近々多分そのアップするので、ご指摘というかよろしくお願いします。ちょっとまだねその動画自体が出来上がってもいないので、ちょっといつアップするか分かんないんですけど、ほんと近々アップする予定ではあるので、その時はよろしくお願いします。いやー出番ないかな。お、ありそうだね。よしきゃ任せとけい。よし頑張ろう。50試合目か、頑張ってんな。ちょっと投球練習します。お、ベストピッチが出ないぞ。 OK、 いいね。さあマウンドに上がったのは亮、今シーズン50試合目の登板で頑張りましょう。そういえばコメントで教えても、あ惜しいね、教えてもらったんですけども、やっぱりインコースに投げられるとやっぱ踏み込みにくくなるらしいんだよね。その外角に合わせて踏み込むとかがちょっと難しくなるらしいんですよ。緩いボールできました。その感覚がねなんか羨ましいんだよね。分かんないだよ俺はやっぱり。多いね、うまい。去年今年かバッティングセンター行って、まあ、5球ぐらいやって出血してすぐ帰ってきたんだけど、その5球ですら俺はどうやったらバットにボールが当たるのみたいに思ってたぐらいだから、で多分俺センスないんだよね野球の。その数こなしたわけじゃないから何とも言えないっちゃ何とも言えないんだけども、得点圏打率は2割1分6厘となっています。まあ役回り、まあ言ってもねいろいろスポーツはやってきたつもりなんだ、学生時代、まあ若い頃というか、ボールを捉えることに集中していけばいいと思いますね。はい、期待しましょう。だからなんとなくの感覚だけど、あちょっと待ってよ、これピンチなんだよね今ね。やっぱりストライクゾーンストレート入れたいよね。ちょっとチェンジアップ怖いな、外せるかな、ちゃんと臭い感じで外せるかな、それが理想なんだけど。あ、いいね。で全力のストレート、バットに当てられても多分大丈夫。9球目は何で来るか。オッケー。空振り三振、ま
前にボールを飛ばせません。よし、あ、そういえば阪神の横田選手がパワープロね、パワープロでラストイニングやろうと思ってるんだけど、ストレートわずかに外れてボール、156キロ。ちょっと待ってね、さあ4球目は何か。オッケー、あ、やばいかな、あ、大丈夫だ。パワープロだとプロスピもそうかな、育成の選手って育成枠っていないんだよね。負けたのかい。けど横田選手はダウンロードしてちゃんと選手取りましたんでね、横田選手も入ってますよ。あと本当に迷いに迷ってメッセンジャー選手も入れた。今までその外国人選手って入れなかったんだけど、メッセンジャー選手は日本人枠としてのカウントがあるじゃん、だからちょっと入れたかったね、だから入れました。あとイチロー選手も引っ張ってきました。どうしよっかな、これは結果でいこうかな。巨人戦3試合とも結果でいこうと思ってんだよね。結果でいくわ。いや、でね、その野球の話だ、実際俺がセンスないって話さ、なんとなくそのスポーツやった時、あ、俺このスポーツに関してはセンスないんだなって分かる時ってあるじゃん。俺バッティングセンターやった時にそれをすごく感じたんだよね。本当に難しかったんだよ、あのボールにバットを当てること。バッティングセンターで俺球速80キロだからね、やったのマジで当てる気がしなかったね。どこを見てていいのかが分かんないというか、本当に難しかった。やりたいな、また。楽しかったな、全然バットに当たんなかったけど楽しかった。ランニング始めるのかい。ランニング部、ラン部っていうのは、実際俺ランニング部って俺の通ってた学校には存在しなかったか分かんないけど、あるのかな。でもひろゆきくんはちゃんとペース合わせてくれるし、一緒に走ってて楽しいよ。そうか、一緒に行ってくれるのかい。はい、いやーというかもっと AKB か、いじりづらいなもっと AKB はいじりづらい。巨人戦は、前回取ってるんでちょっと全試合スキップしようかなと思います。結果でね、行こうかなと思います。バッティングセンター楽しいよね。じゃあその俺行った時に他にもお客さんはいたんですよ。ですごいバットに当ててたの、なんかパチ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 打ってたの、すごい気持ちよさそうでさ。で結構そのドラマだったり、まあ、漫画でもそうだけど、野球を題材としたそのテーマのものじゃ、作品じゃないけども、バッティングセンターでそのなんかちょっとストレス発散するみたいなさ、そういう描写って結構あったりするじゃない。気持ちよさそうだよね。ちょ、成績見てないけど、あ、全然大丈夫そうですね。はい、これも結界で飛ばします。で次が広島戦だよね。広島戦取っていきましょうか。はい、いやー失点しないな。スキップでね、スキップのがなんかむしろ安心できるぐらいがあるよね。どうしよっかな。広島戦取って、ここの行動日も取って、月間 MVP 見ますか。いや、なんかね、取ってもいいような気すんだよね、宮迫くんね。多分としか言いようがないんだけど、この月は俺失点してないと思うんですよね。オールスターで山川くんからホームランを浴びたけども、普通にペナントレース中は失点してないはずなんだよね。そういえば大引さん戦力外だもんね。まあ、昨日からそのチーム作り始めててさ、そのツイッターでもちらっとつぶやいたはつぶやいたんですけど、なんかびっくりしたわ。これから8回、
あとびっくりしたのが楽天の西宮選手かな。え、なんかもったいなくねってすっげー思ったんだよね。外れていきます。まあ、もったいないといえばあれかな、亀澤選手中日それがやっぱ何よりももったいないなって気はするけど。初球打ち弾き返した打球はレフトへ。その俺が見た限りではまだ亀澤選手がこの後何も決まってないでしょう。もうねその戦力外になった選手、自由契約になった選手でもう次何するかとか、そのどこのチーム行くかとかって決まってる選手とかもいるじゃない。日ハムで言えば、トヨタ選手かな。あ、ごめん、トヨタ選手じゃない、いや田中豊樹選手か、ごめんなさい、が、巨人の育成でしょ。まあ、そういう風に決まってる選手もいる中で亀澤選手がね、なんか決まってても良さそうな感じはするんだけどね。広島戦の残りをスキップしましょうか。で、横浜戦、30、31のどっちか取れれば OK ぐらいな感じでいきたいと思います。やっぱねちょっと1本の動画で3試合ぐらいはねちょっと登板してる感じで撮りたいんだけど、失点は多分してないかな、してないね、多分出番もあるでしょ、これあったでしょ。 OK、 すごいね本当この宮迫くん、なんかここまでやるとは思ってなかった。本当にストレート S ってやばいね。ちょっと順位表見てみますか。なんか面白いことになってそうな気がするんだよな。あ、全然面白くない全然面白くなかった。いや、ホールドな、1位取りてえな。よし、じゃあこれで上がるかな。野球選手がボールを投げるのって取材で何度も目にしたことはあったけど、こうしてキャッチボールの相手になるのは初めてよ。俺さ、学生時代に友達とキャッチボールしたことがあって、まあ、その付き合ったというか、でその友達が野球部だったのさ。野球部のキャッチボールって怖くない？なんかすげえボール重くない？速いというか、僕も軽く投げてくれてはいるんだけど、それでもなんかすごい力強いよねボールがね。やっぱ投げ方が全然違うよね素人とは。行動日たまんなかったのか。あー、そう、あと1回かな、あと1回で4かな。次の行動日っていつ？5日か。まあ、とりあえず、横浜戦いきましょうか。いや月間取りたいね、なんか取れる気してんだよな。もうちょっとこうリリーフにも注目してもらいたいけど、他の先発次第だよね。他の先発があまりパッとしない状況であれば全然可能性はあると思うんだよ。やっぱちょっと先発が優遇されるよね。というか、照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。俺見たことないかもしんない、ゲームの中で先発とクローザー以外が、まあセットアッパーとかがその MVP 取ったとこって見たことないかもしんないな。ここで出番あれば、次の試合、末尾の試合は結界で飛ばしましょうか。あ、困ったな、あと1試合やって尺的にはなんかいつも通りでちょうどいいって感じなんだけど、次の試合登板あればいいけど。どうしよっかな、もし登板なければ、8月の1日も取りたいなと思います。そこで8月の1日で登板なければもう諦めて終わりましょう。
で、明日は続きからですね、ちょっと、まあ、ほんと、まあ、動画の最初の方でも言ったんですけども、プロポーズするまでは、できるだけカットせずにいきたいんで。照明に火が灯りました。ナイトゲーム、守る。いやー、登板ないな、これ。もう負けてる試合じゃ出ないもんな。やばいね、ヤクルトね。DeNA ベイスターズ、打ちに打ちます。というか、今日27でしょ、28、29、30、あと3本、今日抜かしたあと3本で最終回を迎えるから、ちょっとペース早いか、急ぎすぎかな、ここですよ、一発目ですよ。はぁ？ここで成績って見れないよね。ちょっと待って、成績見ていい、成績見ていい、俺が本当納得いくような成績なんでしょうか。防御率 1.77、 3勝0敗。いや、まあ、文句はないはないよ。あるよ。ちょっと、宮迫のさ、月の成績って見れないんだよな、見れないんだよな、きっとな。それを見せてほしい。その上で、山口選手がなぜ選ばれたかってところを知りたい。多分だけど、10試合以上は登板してんだよね。で、防御率ゼロのはずなんだよ。で、ホールドもついてると思うんだよ。今、セットアッパーだから。いや、宮迫でしょ。よく晴れた天気になりました。横浜。いや、まあいいけどさ。いいけどさ、そこまでのこだわりもないけどさ、それでも欲しいじゃん。いや、まあ、あるぞ、ないかな。オッケー、勝ちに行くんだね、こういうところで出るってことは勝ちに行くんだね、任せろって。8回の裏、ベイスターズ。さあ、マウンドに上がったのは、オッケー、ショートが取る。いや、今のはね、アウト、マジで打ってくれると思って投げてる。8番バッター、だから全力で投げた。これが初球空振りです。2球目は何で来るか。もう一回ショートゴロしようか。あ、ごめんなさい。この辺りはどうか。まあ、いいよ。オッケー。バッターボックスには代打の飛ばし。次はね、セカンドフライとかを上げさせたいかな。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。インハイ、際どいコース。今のはね、ストライク入れる気で投げてるんですよね。セカンドフライなしで。いいボールでしたね。はい、外のストレートがストライク。ワンボールツーストライクです。緩いボールを持ってきました。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。バッターライトへ打球伸びる。難しいな。難しいな。なんか本当にごくまれに野球でさ、狙ったところに打たせる選手っているじゃん。あれすごいね、すごいね。方向は合ってたでしょ、方向は合ってたでしょ、ライトまで飛んでたけど。今回ここでありますか、明日中日戦からやっていきましょうか。ああ、松坂選手だ。今中日2位なんだ。自分の順位しか気にしてなかった。うわ、中日すげえ頑張ってんな。あれちょっと待って。この動画始めるときさ、まだ全然いけるみたいな状況下じゃなかった？5強1弱じゃん。どうしたの。え、ヤクルト何やった？そんなダメだった？すげえゲーム差離れたんだけど。まあ、とりあえず今回ここで終わります。で、明日中日戦取っての、行動日ですね。はい、ということで、今回ここで終わりましょう。終わり、バイバイ。